はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。今回ちょっとね、ヤドランとヤドキングのヤドヤド受けサイクルをね、使いたいなと思って用意してきたんですけど、この試合、ヤドランヤドキングピクシーとか投げていいかな。相手ハピナマコなんだけど、ドラパに対してはピクシー、ハピナスがちょっときついか。ピクシー瞑想あれば話違ってたけど、ヤドキング持ってかなくていいか。ピクシー、ヤドランは確定で持ってってよくて、まあ、アット1をどうするかみたいな感じでいいと思うんだよね。まあ、そうなると、フェローチェなんじゃないかな。フェローチェから入って、ピクシー、ヤドランでいいと思う。ヤドヤドサイクルと言っておいてさ、思いっきりヤドキング投げないっていうね。レジロックから来る、まあ、トンボしか打てないかな、さすがに。だ最後に、フェローチェの一環作る動きでもいいんだよね。今回フェローチェ、意地っ張りで、スカーフ持たせてきたから、ビーストブーストでね、映画上がるんですよ。だから最後、フェローチェで詰めに行くルート。で、生拳に対してはこっちピクシー引きで多分全部解決してるから、全然困んないんですよね。一回トンボ返りから入って、ここはヤドラン投げていいはず。ヤドラン着地。まあ、あとは相手が裏に何仕込んでるかだけど。コステロでしょ？エッジから来る。避けたのはまあ別に割とどっちでもいい話はあるかな。ここはあくび打ってきたね。で、ウラオスに対しては引いていいのと。まあ、あくびが通るから、ハピナス出てきて、身代わりとかっていうのはめんどくさいから、ここあくびをしとけばね、だいぶ、マシな感じにはなるんですよね。まあ、寝かしてくんのかな。まあ、起きるターンにもよるけど、ハピナス投げに、フェローチ投げて、インファで別に良くなってるから、それは良くて。なんなら多分フェローチェが相手めちゃくちゃきついんじゃないかな、この悩み方は。ヤドランに、おっと？マジで言ってる？だとしたらこれあくび刺さるんだよな。レジロックがね、ラム持ってるのはさすがにないと思うんだよね。さすがにラム持ってるっていうのはないと思ってて、ここをちょっとアンとかできれば、相手事実上ダイマックス捨てたみたいな感じになるから。ロック。それさ、一発、二体しない？余裕だよね。ヤドラン硬えな。多分、フェローチェがめちゃくちゃきつくて、タスキまで含めて処理したかったみたいな感じだと思うんだよね。これなら、で、ドラパが多分いないんじゃないかな。フェローチェがこのきつい雰囲気があるってことは。で、裏は多分ピクシーで詰めれるから、いやー、やだな、失うとね、それはそれで不都合が生じるんだよね。だからドラパルトいないと思っていいでしょ？いや、あくび連打なんだよな、さすがに。突っ込んでる、アース。まあ、一回じゃ回復するべきだったけど、これだったら多分レジロック寝るから、ラムはさすがにないでしょう、レジロックで。で、ヤドランね、削れてもね、これで再生力で、また回復するから、役割が持てるっていう。めちゃくちゃ、オッケー寝てるね。で、ここ、フェローチ投げていいか。で、ここ確定眠りのターンだから、これでレジロック小さくなって、で、インファにフェローチ投げ、フェローチのインファにドラパ投げられても、ピクシー引きでこっちまだ間に合うから、ダイマックス残ってる以上は。いや、やだな、あくびいいな。まあ、鉄壁ないとちょっとさすがにね、受かる範囲がっていうところでプレス欲しいんだけど、まあ、あくびだよね。これで多分インファでレジロック取っていいはずで、で、ドラパが多分いないの見えてるから。硬っ。耐えてるよね。これ。ん？ああ、はい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 。ネット読みだったのか。まあ、オッケーで。これインファで。これでフェローチェね、A 上がるのがでかい、マジで。た
多分止められないんじゃないかな。生拳出てくればまあ止めれるけど、それはこっちピクシー引きでいいから。ヤドランのサイクルっていうよりはどっちかっていうと、フェローチェが刺さった試合って感じじゃない。で、裏。で、ヤドランもね、ヤドキングもどっちもダイマックスするときにそこそこ強いポケモンで、フリ対面解消するために、たまにね、無理やりダイマックスするから、そうなるとフェローチェみたいに、アタッカーがダイマックスしなくても強いやつって、相性いいかな、みたいなね。雰囲気がありますね。そういう、僕の感想です。この悩み用は多分、まあまあしんどいんじゃない?アーシフーン。どっち?アックの方。まあピクシー引いといていいか。不意打ちでフェローチェ取られちゃうのがちょっと嫌だから。積みかねないからね。フェローチェ残ってないと。うん。まあここは不意だよ、さすがに。で、トリックしていいか。まあ多分こだわってるならさすがに引くのと、ああ、こだわってるっぽいな。マンムー。これでマンムー楽勝になったな。なんかヤドラン、ピクシー、ヤドキングみたいな、こういう感じの見た目のやつら、好きなんですよ。オッケー、マンムー焼ける。まあ、ステロマキニっていいか。マンムーから、ピクシー焼けてる以上、有効打ないから。まあまあ、最後ピクシー。マンムーもね、ウラスもね、先制技持ってるから、フェローチェが不用意に突っ込めなくて。オッケーオッケー。ピクシーで詰めてたね。GG! もう一戦やってきまーす。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この試合、ラッティがめんどくさいことになりそうな雰囲気もあるけど、ああ、まあ、ヤドヤド選出してもいいかな。ヤドランアクビで無限に、まあ、なんとかなるでしょ。ヤドヤドピクシーみたいな。いや、ラティがちょっときついか。ってなると、まあ、フェローチェ絡める話あると思うんだけど、まあ、切り返してって時にめんどくさくなってくるのはドヒドイデか。受け回そうとした時に、ヤドランヤドキングってあげて、まあ多分ドヒドがめちゃくちゃめんどくさいんだよな。ガブにはそんなに弱くないから、多少マシなんだけど。フェローチ、ヤドラン、ヤドキングってあげたいな。ピクシーも欲しい。いやーピクシー結構欲しいけど、これただドヒドで、どうやって処理するんだ?ドヒドが破壊できないな。フェローチ投げちゃダメな話?ランドロスいた方がいいか。ランド、ヤドラン、ヤドキング。ヤドキングちょっと投げたいんだよ。所定割と。あー、ラティから来る。これただ相手視点、あんまり別に余裕あるわけじゃないと思うんだよね。僕はそう思ってるけど。まあ、相手がどう思ってるかはわかんない。ドヒド投げるんかな?割とまあ通ってるか、ドヒドイで。ここは、一回さすがにヤドキング引きで、まあダイマックスをケアしたくて、突っ込んでるね。サイキネから来る。まあじゃあダイマ切ってもよかった話、ちょっとだけあった気がするけど。まあヘドバックからでいいか。毒引きたいね。誰かしらに。サイキネ連打。ヘドバック。なんか弱歩っぽいなぁ、なんか。オッケー、一発引いてく。でかくて。まあ、ラティも回復技持ってるから。って感じではあるけど。怠けていいね。ガブがどっかで出てくんじゃないか。ああ、声出てきたか。はいはいはい。これ、ダイアイスかますか?
ダイアイスかましてもいい話あるな、全然。まあ、ランドロス見てるから、ここアース打つのはさすがになくて、多分アイス行っていいわ。ヤドランもね、引きがさすがに間に合わないんですよ。ラム、ガブはラム結構あるから、気をつけなきゃいけないっていうところで。ダイマ切らないなら切らないでね、ヤドランで止まるから。で、ここをダイマ切っとけば地震で死ぬことはないから、まあなんか両方対応できてるっぽい感じなんじゃないか。ぽい感じだけの話ね。剣舞でしょ？それは咎めていくけど。まあさすがに落ちるかな。剣舞あるってことは直気じゃないし。4倍弱点。で、タスキもあられダメでケアできてるから。やっぱな、なんか受け駒はやっぱ殴れるやつが強えな。殴れないと。めちゃくちゃしんどい。で、ラティアスが多分ヤドキングに勝てないやつなんじゃない？だから、裏が、ラティか。また、毒入ってるからね、押していけると思うけどな。あ、こうさ、普通に勝ったね。全然、くるくるしないまま終わったわ。GG、お疲れ様でした。